不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中城先生の不動産大学令和5年法改正シリーズ隣の枝を切りたい編ということで、このチャンネルは完全独学で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今週はですね令和5年の法改正シリーズ週間なんですけれども、今日やるのはですね非常に面白い法改正なんでございます。皆さんご存知でしょうか。ズバリですね、お隣さんちの枝切りたい、これでございます。これはですね、まず説明するよりも先にちょっと過去問やってみていただきたいと思います。いきますよ、こちらです。土地の所有者は隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できる。はい、これ宅建試験でこんな問題出るのっていうふうに思うかもしれませんけども、これですね、実務では非常に重要なんでございます。さあ、これわかりますでしょうか。これはですね、答えは、はい、これ法改正前はですね、これ×だったんですけども、これ令和5年試験だったですね、これがですね、丸になるケースが出てくるんですね。ここからですね、ちょっと重要なお話をしていきますので、集中して聞いてください。これですね、元々の法律では、隣地からですね、隣の敷地からですね、竹木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、竹木の所有者にですね、枝を切除させることができます。ただですね、自らが切除することはできません。ちなみにですね、隣地から竹木の根が境界線をですね、根っこですね、が境界を越えて伸びてきた場合に関しては、これを切除することが可能です。というですね、法律だったんですけれども、ここにですね、法改正が入ったんでございます。まずはですね、この旧民法ですね、改正前の民法の方ですね、ちょっと読んでみましょう。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。に、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。要するにですね、枝はダメだけど根っこはいいみたいな、そんな感じのですね、やつなんですね。なんで、要するに根っこは自分で勝手に切っちゃっていいけども、竹木の枝に関しては勝手にやっちゃダメで、そのですね、所有者に枝を切除させることができるっていうですね、そういうような条文だったんですね。例えばですね、隣の敷地に大きな木が植わっていたとします。これはですね、どんどん成長してきてですね、枝がこう塀を越えてですね、こっちの敷地まで入ってきたとします。都内だとこういうことよくあるんです。で、自分の家のですね、敷地の駐車場ら辺にですね、枝が伸びてくることってあるんですよ。これ非常に迷惑なんです。車に当たっちゃうんですね。で、勝手にこれ切り落としたいんですけども、でも法律的にはダメだったんですね。旧民法だと条文の通りですね、竹木の所有者に切除させることができるって書いてあるだけなので、自分で勝手にはできないんです。で、ここで問題になってくるのはですね、枝が伸びてくるような敷地の所有者っていうのはですね、ろくに管理をしていないケースが多いんですよ。そもそも所有者不明の土地で竹木の所有者がですね、見つからないっていうケースが非常に多くてですね、困っていたんです。仮に見つけたとしてもすぐに対処してくれないこともあるので、例えばもう所有者がもうすごいご高齢とかですね、もうちょっと認知症入っちゃってとか、そういうケースだってあるわけですよ。で、そういう場合はですね、地方裁判所に切除請求訴訟っていうですね、裁判まで起こして、それで勝ってですね、その上で執行官立ち会いのもとで枝を切り落とすっていうですね、意味がわからないくらいですね、面倒な手続きが必要だったんでございます。これはですね、もはや嫌がらせでございます。これですね、枝が伸びてくると、こう、線路にまでですね、入ってきたりとかですね、送電線に影響が出たりとかですね、そういう深刻な状況に陥るケースもあるんです。なので、ここにですね、改正が入ったんです。じゃあ、どういう改正が入ったのか、こういう条文になりました。こちらです。改正民法233条。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。はい、ここはそのままです。で、次。2、前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者はその枝を切り取ることができる。3、第1項の場合において、次に挙げるときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者は相当の期間内に切除しないとき。2、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。3、窮迫の事情があるとき。4、隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができる。はい、こういうふうに改正になっています。で、ポイントはですね、この部分ですね。原則として竹木の所有者に対して切除を求めるという部分はですね、同じなんですけども、例外規定ができたんですね。例外的に催告をしても相当な期間内に切除しない場合、あとは竹木の所有者が不明または所在不明の場合、そして窮迫の事情がある場合、これらの場合については、訴訟を起こしたりしなくてもですね、枝を切り落とせるようになったということなんでございます。ちなみにですね、この相当な期間ないっていうのは非常に気になるところだと思うんですけども、まあ一般的にはだいたい2週間ぐらいだそうでございます。
でですね、この所有者不明っていうのはですね、単に例えば連絡しても電話に出ないっていうぐらいじゃですね、所有者不明ということにはならないので、登記簿とかですね、住民票など公的記録のですね、確認とか、あと現地調査など合理的方法によって調査しても不明なぐらいじゃないとダメみたいでございます。ただですね、こういった例外規定ができたことによってですね、全然動いてくれない場合なんかに、隣の家のですね、木の枝が伸びてきててもそれを切り落とせることができるっていうですね、例外規定ができたのは非常に大きいことなんでございます。さあ、ここからですね、後半戦に突入していきたいと思います。後半戦ではですね、法改正の補足知識とそれに関連するですね、過去問の方をやっていきたいと思いますので、ぜひですね、このままついてきていただければと思います。ここでですね、一気に周辺知識を固めていきましょう。それではですね、ここのサムネイルをクリックしていただくか、概要欄のですね、リンクの方から次の動画の方にですね、ついてきていただければと思います。今日2本目の動画いきましょう。